滋賀公園は、名古屋市北区平手町にある公園。同市における組合医官公園の第一号とされる。当初指定地の東側部分。道路形状が独特であることが読み取れるかい口。武市によれば、平手正秀拓氏の保護を目的として指定された都市計画公園である。指定当時は、史跡であることを示す共和年間混流とされる。 記念碑が一気設置されているだけのただの他派たちであったという。公園の設計、管理として、かの力が携わり、同市における都市計画公園のモデルケースとしての完成を目指した。整備は、市当局ではなく、土地区画整理の手法により土地区画整理組合が行った。ただし、現部率の高さにより、組合委員の合意が得られず、計画地の一部の整備にとどまった。 また、公園の基礎は寄付により成立したが、その後首都局により整備が進められ、西側部分が防空力地公園事業により用地取得されている。ただし、当初指定地だった東側部分に関しては、戦後住宅地となり、公園としては整備されていない。整備当初のもの、現状とは異なる場合がある。隣接する名古屋市立西部医療センターなどが所在する。 クオリティライフ21条北について、滋賀公園と連携した整備の構想が存在する。公園造成の際、大量の土器類が出土したことから発見された遺跡。弥生時代から中世にかけての良好な遺跡であると、される。ただし、公園内において遺跡を示すものは存在しない。出土品は、名古屋市博物館及び地元の小学校である。 名古屋市立金城小学校に所蔵される、滋賀公園樹落死と表記する資料もある。遺跡の範囲は公園内だけに限らず、北側の集合住宅や西側の西部医療センターの下にも広がっている。さらに、平手町遺跡や西滋賀遺跡とも密接な関係があると思われる。この公園は TBS 系ドラマキッズウォーシリーズのロケ地として使われた。 ありがとうございます。